半島赤ネズミは、ネズミ目ネズミ科赤ネズミ族に属する小型のネズミ類の一種である。アジア赤アネズミと呼ばれることもある。シベリア、中国東北部と、花、中部、朝鮮半島、サハリン、北海道本島に分布する。サハリンと北海道産は、アシュカラフト赤ネズミ AP、e、ギリアカスとされている。 東道長が72から8 1トル、お長が72から8 6トル、あと、足長が21から2 3トル、体重が19から2 7 5グラムになる。同じ、赤ネズミ族の赤ネズミとヒメネズミの中間の大きさになる。体毛の背面は暗気褐色で、覆面は白色、または、開白色。背面の毛には、トゲゲがなく柔らかい。 アカネズミに比べてあと、足長がやや短く、尾骨が長い台形状になる。北海道にはアカネズミも生息するが、アカネズミがいる場合には草原や寒木林に生息し、アカネズミがいない場合は森林に生息する。松類やクルミ、水ならの実を食べる。地上にも映像するが、地下に簡単なトンネルを掘ることもある。巣は外側に、 イネカの植物を内側に紅葉樹の葉を使って作る。繁殖期は4から8月と考えられている。胎児数は1から7頭を産む。ありがとうございます。